そういうのはいつかまた。ダメなん、風間くんの分担聞かせてもらっていい？うん、宝探しだね。ほらもうこの表情だもの、もう絶対バッチリじゃない顔だもの。お、やっとお客さんの波が途切れたみたい。おうおう、忙しかったよな。本田くん、そろそろ15分休憩だよ。おうおう、もう忙しいとあっという間だよ。あーはー、せやな。そうだ、クイズ間違い探し。本田くん今忙しいから早く休憩に行きな。このコーナーの本を少しだけ変えたのわかる？忙しかったのにそんなことしてる余裕あった？私だってここのスターだよちょっと舐めないでよね。で、あれ、本田くん髪切った？え、おお、俺はちょっといつもと同じように見えるけど、ここの跳ね具合とかが切ったことによって変わっているのかも。ふい、ピポピポーン、正解。昨日髪切ったんだ。舐めてんのか何なんそれ。そんな問題分かるわけないやろ。いや俺分かったけども、もうそれはこの本屋さんのクイズじゃないんよ。クイズ本題行くやん。って君、問題ちゃんと聞いてた？思わず正解にしちゃったけどさ。お、なるほど、ちゃんとここのコーナーも変えてるやな。自分の髪型を変えてこのコーナーで変わったとかどこを言うてたんじゃなくて、ちゃんとこのコーナーの変化もあると。ああ、安心しました。本田くんと一緒のバイト楽しいな。ごめん、俺わからないみたい。あ、ちょっとわかんないから、とっさに本田くんの髪型を指摘することによって難を逃れようとしたみたい。もう俺もここのバイトの一員だよって言ったんやけど、ちょっとごめん、わからないみたい。ちょっと俺もわかんないよ、全部いつもと同じ見えるし。ごめんね、本田くん。今年の文化祭も私たち手芸部は体育館でファッションショーを行います。おうおう、あ、じゃあちょっと今年も頑張ろうかな。今回はパーティードレスの発表となりますので、2週間後の文化祭を目指して各自準備を進めてください。お、去年俺がチラッと言ってた要望が叶ってる。俺めったに部活出ないのに俺の希望を通してくれるなんて、優しい部活。あは、じゃ頑張ってドレス仕上げようか。カエリちゃん。あ、マリー、今帰り？あ、あ、帰ろう。もちろんいいよ。あは、行こう。もうすぐ文化祭だね。ねえ、もうヒカル、楽しみすぎて困っちゃう。ほほほほ、ひかるちゃんは、なんで商店がそんなに楽しみなの？違うよ、誰と誰がいい関係で、新しいカップルが何組生まれるのかなとか。おー、まあ、ひかるちゃんは、まあ、ちょっと、そういうのを、あっせんしたりもしてるしね。え？文化祭は、恋が生まれたり成就したりする恋愛イベントじゃん。おー、俺イベントは起きるけど成就はしないんよな。俺のせいなのか男子のせいなのかわからんけど、なんとかアンロックできない？ああ、出店ももちろん楽しみだよ。それを楽しむカップルを見るのもね。おお、もはや神の視点、さすがだね。ひかるちゃん、ひかるちゃんの文化祭の楽しみ方はちょっと変わってるな。あははは、せやな。あ、いたいた。お、はあはあはあ、ランチ。おう、せやな。お、メガ盛りラーメン。おうほうほう、本田くん、メガ盛りラーメン頼んでくれないかな。一緒にメガ盛りラーメン食べたいな。うん、
ず。え、君そんなに食べるの？見かけによらず丈夫な消化器持ってるんだね。丈夫な消化器。ああ一緒に大盛り食べてくれると思ったけど、ああ普通盛りか。残念です。あ、いただきます。いただきます。そういえば今日七つ森くんをランチに誘わなかったの？誘おうと思ったんだけどね、すごく気持ちよさそうに寝てたから置いてきちゃった。おお、それ大丈夫か？お昼ご飯食べ損ねるのは。あれは起こせない。大丈夫。みーくん毎日夜更かししてるみたいだから。ああゲームとかやってるやろな。よくスマホいじってるのを見かけるけど、ゲームでもしてんだろ？ああグリグリをやってるんよ。わかんない。でも授業中は居眠りとかしてないみたいだし、そういうところは真面目なんだ。おう、優等生の証、ピンク髪に恥じない模範生徒っぷりやね。同じピンク髪として誇らしいです。休み時間はだいたい夢の中みたいだけどな。でも今度は起こしてでも連れてこなきゃ。なんで？みーくんのポケットにはお菓子がいっぱい詰まってるでしょ。でかい飴玉とか入ってるんよ。お昼抜きで糖分ばかり取りすぎるのも良くないからさ。そやな、お昼抜きはかわいそう。俺は起こしてあげる方が良かったんじゃないかなとは思っているよ。そっか。俺みーくんの好きそうなパンでも買っておくよ。満点アンパンかな。あ、でもあれも糖分か。ほんだ、チョコやクリームの菓子パンじゃダメだぞ。いやいや、満点アンパンなんで、あんこがたっぷり入ってるんや。あ、そうだね。危ない危ない。これはやはり本田くんも満点アンパン一択だったよね。お菓子よりはマシだと思うけど、まごうことなき糖分だね。菓子パンを買っていくつもりだったんだ。でも、なんか優しいな。起こさず置いていったら少し責任感じてるやろな。じゃあ、お惣菜パンとか買っていくやろか。ちょっと本田くんのチョイス心配じゃない？一緒に買いに行こうか。じゃあちょっとファッションショーかましていこうか。行こう。初めて作ったドレス、自分では気に入ってるんだけど。すごい綺麗だな。あら、ありがとう。エプロンドレスっていうの素敵。本田くん、本当？うん、いつプロにスカウトされてもおかしくないよ。それはモデルさんとしてかな、それともファッションデザイナーとしてかな。どっちもいけますよ俺は。でもこれだけは忘れないでよ、一番のファンは俺だから。本田くん、肝に銘じておくよ。舞台からファンサするから見てて。そして誰よりも俺に声援を送って。ありがとう。もう時間。君のモデルウォーク楽しみにしてるね。それじゃ、頑張って。ありがとう。任せて。よし、本田くんの期待に応えるぞ。行こう。なんかすごいドレス。かわいいな。ファンサも忘れない。またお客さん煽ってたな。さすがやな、俺も。よかった。なんとか成功したみたい。なんとか。ランちゃん、おめでとう。ありがとう。さっきまでステージにいた君が目の前にいると不思議な気持ちだな。おお、なるほど。なんかスターと話してるような気分になるんかな。俺はスターの気持ちができているので、任せてください。サイン書こうか。本田くんになら
色紙と書類、両方の用意があるよ。え？それくらい綺麗でかっこよかったよ。今度俺にもモデルウォークを教えて。ほうほう、本田くんがモデルウォークを身につけるなら、おうおう、来年は一緒に出ちゃう。本田くん、やった、本田くんに褒められちゃった。よかった、ファッションショーは大成功。おお、大成功だったのか。来年はもっと華やかにウェディングドレス作ってみようかな。おお、ウェディングドレス、いや、うちの部なら多分受け入れてくれるぞ。俺の意見簡単に通るし。そしてちょっと本田くんとこれを着て2人で歩いたらとんでもないことになるのでは。ああ、楽しみやな。今年のローズクイーン決まったみたい。あ、そうな。あ、じゃあローズクイーンにはおめでとうって言っといて。俺には縁遠い話やから。あは、いや、来年が楽しみだな。でも待てよ、来年は学園演劇もあるから。いや、これはどっちも見なくちゃいけないな。あ、楽しみだな。お、広瀬、ここにいた。お、カラオケボックスに行かないか。本田と七つ森もついてくるけど。お、みんなでカラオケ。おう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 、行こう行こう。だ、なんで鼻で笑う。お、風間くんがまた土手に、恋のライバルに土手に呼ばれました。そういえば話やったんだよな。ああ、なんだろう、宣戦布告する予定やったけど、ちょっとたじろいなのかな。これ聞いたことあるやつ。ペイ。みんな飲み物の追加する？グラス空きそうだし。おう。俺、ルイボスティー。おう、なんかおしゃれ。冷たいウーロン茶。あははは。俺はいいよ。風間くん、もういいの？あ、もう歌わないから。ああ、風間くん、あんまりカラオケ好きじゃないっぽいよな。なんで？うん、あ、夏森くんはめっちゃ好きだよね。どうして？歌い疲れた？本田くんも多分好きなんかな、前回の感じからすると。うん、音質とか大事にするタイプやし。疲れたよ。疲れたよな。あはは、それは歌じゃなくてずっとおしゃべりしてたからじゃない？ああ、なるほど。他の人が歌ってる最中も、もうずっとしゃべってたよな。ああ、風間があんなこと言い出すから、つい。お？アイドルプロデュースの話？ほう、アイドルプロデュース。そうそう、そんなの膨らんじゃうに決まってるよ。ねえ。ほう、あ、これは2週目であったオタサーの姫ポジションのやつの再来だな。あ、俺をアイドルプロデュースする話で、あ、火がついちゃったんだな。特に風間くんが。ね、って言われても、私はアイドルに、え？俺知らないの、その話してたの。俺が歌ってる時に必死で喋ってたかな。だとしたら俺の歌聞いて。そう。誰がお前の良さを一番引き出すかって言っただけだよ。ああ、なるほど。あ、聞こう。だからスタイリストと振り付けなら俺がやるって。おうほうほう、なるほど。役割分担すると。ちょっと風間くんの分担聞かせてもらっていい？そうそう、俺は歌詞とプロモーション担当で、りょうくんは作曲。おう、風間くん作曲できる。本田くんが、歌詞はきっと素敵なものを、ちょっとポエッタとかあるしできると思うね。プロモーション担当。ほう。俺何させられるんかな？なんで俺が作曲なんだよ。できるわけがないだろ。
盛り上がった話通りにちょっと話の統率取れてないやん。また振り出しに戻っちゃった。この話題で1時間以上経ってるんだよね。あ、どういうこと？俺は聞いてたのか聞いてないのかちょっといまいちわからんけど。あ、そうな。あ、また1時間。あ、揉めるんやな。いや、そらそやろ。ちょっと、風間くんにも、風間くんの適性をちょっと振り分けてやってくれよ。まあ、ちょっと俺もそこはしっかりと参加させてくれ。ちょっと俺の身の危険も絡んでくるんでね。両端が笑顔。あは、カラオケも初めてだったから楽しかったな。やっぱいろんなところあるんやな。じゃあ、二人ともまた学校でね。ランちゃん。あ、じゃあ本田くん行こうか。一番近いのはゲーセンかな。どこ行くんやろ。お、さて、何の映画見たい？映画か。ほうほう。何見ようかね。本田くんは？俺は特に見たいのないよ。え？あ、そうなん？え？だ、ごめん。正直言うと、本当は映画じゃなくて君と話したくてさ。あ、そうなん？じゃあ、映画館じゃなくてカフェとか入ればよかったんちゃう？え？今日はりょうくんとみーくんがいて、君と話足りなかったから。うんうんうん。映画館はちょっとおしゃべりする場所じゃないから。うん、どっか入ろうよ。わかった。じゃあ、映画今度だね。あ、せやね。やった！ありがとう！じゃあ、何の話題がいい？コメディ？歴史？サイエンス？え？いや、ここで立ち話するの？さすがにちょっと、映画も見ないのにここで立ち話はどうかと思うよ。どっか入ろうよ。なんか、映画のジャンルみたいだね。あははは。本田くんとこの話をしたら、それこそ映画ぐらいの時間がかかるのでは。そうそう、映画の代わりに俺、喋るよ。まあ、映画の代わりって言ってるもの。まあ、これは映画と同じくらいの尺で、お送りする気やで。本田くんの話、映画より長いかも。あ、映画超えてくるつもりだ。もうなおさら、カフェにでも入ろう。立ち話はどうかと思うよ。本田くん。落ち着いて、カフェに入ろう。お、あ、いたいた、探したよ。ああ、本田くん。うん、さ、今度の日曜、空いてないかな。あ、空いているよ。俺のことを家に誘ってくれ。うん。ねえ、フリマがあるらしいんだよ。見に行ってみない？フリマだよね、やっぱりこの時期は。今週末はフリマがあるんです。ああ、まあもうあんまり持ってない服もないし、じゃあ行こうか。君なら来てくれると思ったよ。ああ、まあ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 行こうか。何でも売ってる感じ？え、いや、なんか長つぼりくんと去年の秋来てたやん。いや、前見たイベントだからカットしたけど、君、長つぼりくんと来てたやん。混んでるね。忘れちゃったの？まあ、本田くんはもうたくさんの情報が入ってるから、去年のちょっとしたことは忘れちゃったんかな。うい、おーい、俺はこっち。あはははは。まあ、ちょっと徐々にまたタッチをしていくよ、ホタルが渡るね。日用品から骨董っぽいものまで、何でもありって感じが楽しいね。ほうほう。掘り出し物を見つけよう。出店するのも楽しそうだね。地球にも優しいイベントだね。あはははは。おー。どれでも良さそうやけど、本田くんの選択肢本当に難しいからな。おー。地球にも優しいっていう観点も本田くんは好きそう。出店するのも楽しそうも、いや、ここちょっと微妙なとこやな。何出すのみたいな感じになるかな。掘り出し物を見つけようは本田くん好きそう。いや、一番上か一番下かなと思うけど、まあ、もう本田くんの選択肢は
俺うまくいかないんで、もう直感を信じる。掘り出し物見つけたら喜ぶやろ。ね、ね、本田くん、ね、掘り出し物を見つけよう。うん、うん、宝探しだね。ほらもうこの表情だもの。もう絶対バッチリじゃない顔だもの。うい、まあまあもう俺は本田くんのまあまあを探す才能に長けている。混んでるね。いや本田くん、ごめんね、いつも振るわなくて。もう君のまあまあの反応を引き出すんだったら俺の右に出る者はいないと思ってるよ。あ、なので左肩を触ります。うん、疲れちゃった？ゆっくり行こっか。いや疲れちゃいないんだけどね、ちょっと不甲斐ないなと感じているよ。次は別プランを考えとく。それでリベンジだからね。いや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 、どうしたの？本田くんのプランが悪かったんじゃないよ。俺が君のまあまあを引き出してしまうよ。わざとじゃないよ。バッチリだと思ってるんだけどね。ちょっと、本田くんの頭の中を覗いてみたいという気持ちを伝えます。うい、はあ、時間が全然足りないよ。でも楽しんではくれてるみたい。ちょっと安心しました。あ、どうしたの？長つむりくんも多分聞いてないよね。うい、本田くん、最近長つむりくんとよく話してるね。そうだね、話してるのはほとんど俺だけど。おうおう、みーくんってさ、たまに誰も知らないようなブランドのアイテム見つけてくるんだよね。おうおう、さすがやな。でね、そんなのどこで見つけてくるのって尋ねるんだけど、おうおうおう、いつも渋い顔をされる。学校で話しかけた時なんかは特に。ああ、ちょっとモデルでの話とかを絡んでくるからちょっと話しづらいからなのかもね。そうなんだ。うん、でもね、めんどくさそうにしてた割には最後まで俺の話に付き合ってくれるんだ。ああ、ああ、めんどくさいのは多分本田くんと話すことじゃなくて、こう出していいワードとかを考えながら話さなきゃいけないからなんじゃないかな。うん、俺はそんなとこも含めて馬が合うと思ってるよ。うん、確かに本田くんと七つむりくんって結構、うん、真逆っぽいけど馬は合いそうだよな。いつか七つむりくんにも聞いてみたいな。どうしたの？帰りは目をつく。そういうのはいつかまた。ダメなん？そういうのはいつかまたっていうか、まあ、目をつくのはモラル違反だと思っているよ。でもついちゃう、ハートよく出るんでね。でも今怒られたな、ごめんって。うん、試験ですね。ちょっとできる限り芸術上げようと頑張ったんですけど、もうバイトがガンガン下げてくるんでなかなかうまくいかない。また嫌な顔されるんかな。嫌やな。うん。お、おう。こんなもんかなになってましたね、芸術。お、まあまあ良くなったけど、ただこの順位だと本田さんは納得してくださらないだろうな。うん、みじるちゃん、おう、救世主現る。みじるちゃんどうしたの？いやー、みじるちゃんが来てくれて安心したよ。命拾いしました。マリーならもう少し頑張ればさらに上を目指せると思う。あ、そうね、ちょっと上を目指さないと一中の男子本田さんが悲しむんでね。あ、頑張っていかなあかんなとは思ってます。さてさて、おまけのコーナーです。もはやこのコーナーでしか本田くんのバッチリの笑顔を見ることができなくなってきました。あ、もうちょっとようわからん。上から行きます。出店するのも楽しそうだよね。うん、いいね、
そっちの方が楽しいかも。お、これか。いい感じか。じゃあ地球にも優しいがバッチリな。おお、じゃあこれはバッチリ取れるかな。地球にも優しいイベントだね。ウィン。リサイクルって発想は否定しないけど、地球に優しいかな。そうだ、もう俺が一周目で必ず頭によぎる選択肢の一個を根底から否定してきた。あ、ダメなんやなこれ。そっか、地球にこれは優しくないのか。あ、捨てるよりこう循環させるっていうのも、まあなんかエコなのかなとか思ってたけど、ちょっと俺の考え方甘かったのかもしれない。そんな顔させたかったわけじゃないのに。お、第一村人発見。あ、なるほど、ネモイコ。そんな大事な本体に入れて大丈夫。なんかモブっぽい子たち、キャラデザ施されてるっぽい子がいるな。お祭りロボのガランドです。あいつの住所教えてもらえます。その格好で地元民は無理があるぞ。俺の部屋には何ポケモンも出ないといいな。